デニューソン・ペレーラ・ネーベスは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。スリマ・ワンダラーズ FC 所属。ポジションは MF。父親もサッカー選手だった。10歳の時に母親を亡くしている。2005年に、サンパウロ FC からデビューし、同年のフィファクラブ世界選手権2005で来日した。コパリベルタ・ドーレスでもメンバーの一員だったが、クラブ世界選手権同様に控えだった。 2006年8月31日にアーセナル FC に加入。同年、カーリングカップのウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦でトップチームデビューした。2008年8月30日第3節ホームでのニューカッスルユナイテッド FC 戦の後半14分にプレミアリーグでの初得点をマークした。この試合ではマンオブザマッチに輝き、記念にもらったシャンパンは家に飾ってある。 2008から09シーズンは移籍した、マチュー・フラミーに代わって、中盤のレギュラーを務め、セスク・ファブレガスとコンビを組み、3得点した。2013年6月5日、アンドレアル・シャビン、セバスティアン・スキラシと共にアーセナルを対談することが発表された。2016年、怪我の治療に専念するため、クルゼーロー・イーシーを対談。2019年、 ボタフォゴ SP に加入するも、怪我が再発してしまい15部のプレーのみで契約解除された。2020年8月、マルタプレミアリーグのスリマワンダラーズ FC に1年契約で、加入した。2005年、キャプテンとして南米 U-17 選手権を制し、FIFAU-17 ワールドカップで準優勝した。2006年11月のスイスとの親善試合で、 映画表のドゥンガ監督に招集されたが、出場はしていない。ありがとうございます。